こんにちは、シューチャンネルです。撮影日が4月29日ということで、今日から都内活動再開となります。再開して1発目に撮る路線は常磐線快速です。常磐線快速の車両に1編成20周年ヘッドマークがついたので記録していきます。それではヘッドマーク付きの車両を待ちましょう。そろそろ本日の目玉の車両が入線してきます。しっかりヘッドマークがついてますね。このヘッドマークは常磐線快速の E231 系デビュー20周年だそうです。小さく松戸車両センターと書いてありますね。実はこれ松戸車両センターでイベントをやってまして、その時にヘッドマークが付けられてたんですけど、イベントが終わった後も外すことなくそのまま運用についたようです。ヘッドマークが付けられたのは基本編成の特なんです。せっかくなので線止めも記録。付属編成と連結部分にはついてません。付属編成は元123編成。それでは乗車していきます。JJ3, the doors are open.
手、お出口は右側です。地下鉄日比谷線、つくばエクスプレス線はお乗り換えです。The next station is 南千住 JJ4. The doors on the right side will open. Please change here for the 日比谷 Subway Line and the つくばエクスプレス Line.これで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。じゃない気がする。一応カレン見るもんだな。 C610 には悪いが、浅い。この電車は動画ね。つけたこの動画見たいけど時間がなかったからやっと見れたよ。みんなは嘘ついちゃダメだからね。最悪俺みたいになるよ。それで